今しよう。ファンの方ってさ、やめとくか。顔公開していいと思ったけど、リバースだけにしとこう。ツイッターはやめとこう。ともゆきさん、ハートありがとう。そう、ちょっと今日は服めっちゃ迷ったんですけど、結局やっぱり病院行きたいと思って、そう、それでこう腕を出せる服、もちろんこの上に羽織は着たけど、腕を出せる服で今日は行きました。で、この上の上着脱いだら痛くて腕みたいなことをできるようにして、そうでって感じ。やばい、またカタカナでふくらじって打つところだった、危な。危なすぎ危なすぎ。トルクエローさん、ナオさん、ハートありがとうございます。サプライズレバーさん、レインボーマイクありがとう。長月さん、ハートありがとうございます。最強の塗り薬の子、なんか痛いんですよね。そう、痛さは痛くて痛いです結局そうだから痛いなって思って、痛いなって気持ち。でもこうやってやってる分には全然痛くないんで大丈夫です。なんかでもその病院の先生に、なんか痛くて、痛くてっていうか、そのどうみたいなって言われて、おーみたいな、なんかこうやってやったら痛くてみたいな話したら、で今日はなんで来たのって言われて、いや待ってみたいな、みたいな、クリーム塗ってても痛みが引かなかったので来ましたってそりゃそうやろって思いながら、いやまあしょうがない、おじいちゃん先生だからそうだよねと思って今日はなんで来たの、おもろいと思って、そうですって言った。さすがにちょっと笑いそうになっちゃった。
そうでも笑わなかったけど。ちょっと笑いそうになっちゃった。痛いから来てんねんと思いながら。何してるのって言われて、そう、何で痛めたのみたいな、あれ仕事してるんだっけみたいな感じでめっちゃ聞かれて、そうおじいちゃん前回の時も聞かれて、なんか言えないじゃんアイドルでみたいなで、そう何で痛めたんだっけってまた聞かれて、なんかもう何言って言おうと思って、もうなんかいいやと思って、あ、巻き割ってましたそう巻き割ってみたいな巻き割ったのと、あとなんかこう木をこうやって削りましたみたいなそう嘘はついてないです全く。お医者さんに本当のこと言った方がいいからね、嘘はついてない。なんかこういうクリームってさ、このさむずいよね出すの。こういうクリームって出すのむずい、苦手。でもギリギリのギリまで使いたいからギリまで出す。そう柔らかい、なんか歯磨き粉ぐらい柔らかかったらさ全然いいんだけどさ、ちょっと硬いからさ。今日のふくらじはたくさんの方がそう観覧に来てくれて嬉しかったです。ありがとうございました。なんか急に言われたのにみんな来れるんだと思って、そうなんか嬉しかった、その愛みたいな。そう、まあ、来ることだけがねもちろん愛じゃないっていうのは知ってますよ。こうツイッターでふくらじってツイートしてくれて、なんかハルピョンに X ツイッターでこうコメントしてくれたりとかっていうのももちろんそう愛だし、来ることだけが愛じゃないっていうのは分かってます。そんな直前に言われて、私もじゃあ富山から行けますかって言われたら、高見菜さんのラジオ公開ラジオがあります、直前に行けますか、無理ですなるか、そう来れない人がいるのも分かってます。もともとね別の用事入れてたりとかしてる人も、もしかしたらねそれこそ美容院入れてましたみたいな人もいると思うし、あれだけど、でもやっぱねこうピョンズの顔を見たりとかしたら、あ、安心落ち着くっていう気持ちになるので、来れる時に来てくれたら嬉しいなって思います。
ポストするときラジ間違えないでね。もうポストした、もうポストしたよ、ちゃんとした、えらい、ついさっきだけどしたのついさっきだけどね。インスタをね迷ってるんですよ。迷って迷って三千里。そんなに立ってないか、ごめんなさい。三千里ってどれくらい？三千里ってすごく遠い距離。やばすぎ。雑すぎ。なんかすごい顔白飛びしてるんだよな。この写真ブレてるしなんならブレてるし、あんましこれってのないな。まあいっか、まあいっかやべ、まあいっかなんて言ってないそれでもハルピョンは可愛い。よし、桜島見に行けてよかった。よかった、ありがとう、来てくれて。よしおさんハートありがとうございます。こういう系統のお洋服が好きなの。そうね、大人になりたいみたいな願望はあるかな。そう、でも何が似合うのかがわからないって感じ。ラジオではこれの上にちょっと白色のあの UV カットのなんて言うんだろう、トレーナーというか上着を着てました。これはもう正直今日は病院行くための服装みたいな病院行く時に腕を出しやすい服装っていう気持ちであの
この服で行ったので、ラジオ合わせっていうより病院合わせです。病院にこんな可愛い服着てくのもあれですけど、でもそう、とりあえず腕を出しやすい服で行きたいなと思って、腕が痛かったから、そうだから腕出しコーデそう、だってこの間のさお話し会でもこれ着ちゃったじゃん、握手会か、そうこれ着たから。本当はね今日着たかった服あったのよ、でもそれが長袖だったの。長袖で丈短めの服だったんですけど、4月13のオンラインの服装がめっちゃ好き。4月13、4月13、写真多すぎ。アプティ？あ、こっちか。黒ワンピね、このアイロンかけてなさすぎる、アイロンかけろよみたいな、もうさっきまで折りたたんであったやんみたいなワンピースねおもろすぎるごめん、まあでもちゃんとハルピオンがその物をたたんでるっていうところがね、えらい、そこがえらい、まずありがとう、そこを褒めてください。久しぶりのリップグロス赤チェック、チョーカーツイン、今日はそうあのちょっとねポニーテールにしちゃったんですけど、ストレートでした。そうちょっとね邪魔やなと思ってポニーテールにしてみた。ポニーテールでもないよねもはや、もうまあポニーテールだけど、なんか束ねた束ねたって感じ。ツイート完了。ツイートじゃない、インスタ。ポニーテールの子って可愛いよね。あ、これはポニーテールです。今日はこれはポニーテールです。おもろすぎ。てか寒すぎ。服着てないから寒い。上着ね。そう、ファンの方からいただいたプレゼントを。あの開けようしたいと思ってます。今開けたいと思います。ちょっとなんか昨日そうあの普通に公園なんか行ったらもらえたのがあって、行ったらもらえたのがあって、二
2つあるんですけど紹介しますね。1つはじゃじゃーん、靴、サンダル、かわいいピンク、くすみピンク系の結構ヒール高めのサンダル。これ何センチ ?23 って入る。これまだ外で履いてないので別に家の中で履いても平気。かわいい、結構高い。あ、でもしっかり留めることが、うん、できそうな感じなので多分ちょっと大きいけど大丈夫そう。結構高め、150、これって何センチぐらいなんだろう。お手紙ついてたな、ちょっと後で読みます。これぐらい、5センチぐらいかな。結構高い、高いです。でも厚底、そのなんていうんだろう、ヒールじゃない、こうなってないからこういうやつじゃん、わかる、言いたいこと。こういうやつじゃなくて、ここ一本だけじゃなくて、こういうやつ5センチ全部伸びてるから、そう、全然歩きにくいとか負担はなさそうで、めっちゃ便利そう。ありがとう、履きます、これからの時期。ありがとう。そしてもう一つ、もう一つっていうか、もうなんかもう一袋、ドドン、ドドンしてる。顎外れそう。なんか大きい、すごい大きい。お手紙だ。あ、すごい。プレゼント書いてある中身。チャンチャチャラチャラチャチャチャンチャチャラチャ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 ンチャ。なんか卒業証書みたい。え、まだ辞めないけど。まだいさせて。見て、卒業証書。さかがり。こういうのリボン取っちゃったら綺麗に結べないから。ちょっと。じゃん。お、すごい。誕生日プレゼントだ。え、めっちゃすごい。すごい、見て。いくよ。ほら。すごくない？こっち側にお手紙とお名前書いてあるのでちょっと隠してるけど、すごい、ありがとう。なんかこのピートローはさこのピートローはさ、なんかいろんなところでさ遭遇するんだけど、うち何で出したピートローでしたっけ。これアクリルチャームかなんかかな、なんかいろんなところで遭遇する。知らぬ間にうちのグッズができてる私がグッズ作らせてもらえないから、なんかお願いしてるけど作らせてもらえないから、みんなが勝手にグッズを作り始めている。やばいステッカーといい、なんかさ、なんだっけ、ペンライトとか、なんかハンコとか作ってるし勝手に作られてんだけど、著作権全部うちだからね、みんな。ちょっとお金ください商品化したらね、商品化する人はお金くださいね、ちゃんと。あの、それをその人に渡してるだけならいいですよ、全然。プレゼントしてるならいいけど、なんかそれで儲けようとしてる人は私にちゃんとお金ください。はい、著作権私なんで、ピータローのお願いしますということで開けていきますが、書いてある、嬉しい。付属リボン付き。え、かわいい、めっちゃ見て。あ、ちょっとなんかセクシーかも。でも
すごい可愛いけどね、めっちゃ夏だね。くしゃみ夏、まあ、この上になんか羽織るけどね絶対。でも可愛い、ありがとう。なんか羽織ってきますね、夏の握手。え、てか握手会に着る服マジで決めなきゃ。ありがとう。そしてもう一つ、多分ねこれ私が好きなブランドマジスティックレゴンさんで買ったよってお手紙にも書いてくれてる、ありがとう。お洋服たくさんありそうだから別の子にあげる。え、ね、やめて、全然服持ってないの発表だって。この服だってこの間の握手会で着たやつだから、ほら見て服がかぶっちゃうんだよ。ほらそれぐらい発表、お洋服持ってないから服あげないで別の子に。やめて、服持ってない。っていうか要するにそれって、まあ、言い方悪いけど元カノのと付き合ってた時に買ってたプレゼント今カノにあげるみたいなことじゃん。よくないよそれは、あげる方にもよくないよそれは。だから元カノにプレゼントしといた方がいいと思う。元じゃないけどね、まだ元推しにはしないでください。まだ推しで言いさせてお願い。そしてまだ推しで言いさせてリボンビジューデニムパンツかわいい、見てかわいい。しかもちゃんと S サイズ買ってくれてる。そうなのよ、私ね T シャツとかは M がいいんだけど、このね下ボトムスはね S じゃないとね、あのブカブカなの。だからちゃんと、ありがとう、めっちゃ可愛い。ここにキラキラも入っててありがとう。デニムなんか似合うよって昨日さっき言ってもらえたので、ありがとう。履きます。裾は多分長そうだから折ります。リボンビジューデニムパンツ、リボンってどこなんだろう。ハートだけどどう見てもこの商品の名前がよくわかんない、商品の名前がよくわかんないそう、ここにだからリボンビジューデニムパンツって書いてあるけど、どう頑張って見てもハートなんだけどこれ、うん、ちょっとマジスティックレゴンさんの言いたいことがあんまりわかんない。かわいい、ありがとう。ファンのプレゼントセンスいいね、女子かな。あ、これはメンズからです、嬉しい。めっちゃセンスいいよね、ありがとう。これはメンズです、ありがとうございます、嬉しいです、とっても。その袋がパンパンだ、ゴミ袋ゴミ袋パンパンだぞ。ゴミ見せちゃった。ゴミ見せちゃった。こうやって入れてもいいかな。
人見ないで、危ない、カメラの上をゴミ袋が通りました。ゴミ袋を差し込みます。私はこのゴミ袋、ゴミ箱のゴミ袋の下にゴミ袋を入れてるので、すぐに新しいゴミ袋が出てきますすごいなんか生活感丸出しのところ見せてる今。はい、生活感丸出しだよね。はず、カメラの後ろの部屋が残念そう。え、あっち側？全然残念じゃない。黒ケープあるけど。今欲しいものはヘアアイロン。あ、思い出した。9点やらなきゃ。ありがとう。今欲しいもの聞いてくれて。そうだ。ヘアアイロンじゃない。なんで間違えた。目代わりやらなきゃ。忘れてた。ありがとう。ありがとうございます。これでセットでも着れそう。普通に。サンダルもありがとう。お部屋とかめちゃくちゃ綺麗そうだって。その想像のままでいてね。そうだから、正解だから、その想像のままでいてね、正解だから、うん、何も間違ってないから。これ捨てよう。メイクポーチからはみ出ちゃった子たち。そう、キューテンの目代わり。お、シャンプーを買います。シャンプーの詰め替え。なんか今使ってるシャンプー、私の髪の毛にマジで合ってなさすぎて本当に辛いんですよね。多分それもあって髪質最悪なの今。そう、私の靴のサイズは 22.5 から23です。基本的に 2.5 かな。なんかね、僕の太陽公園でね、靴箱あるんですけど、私だけ SS サイズなの靴。そう、 SS の箱に、なんか基本的にその箱にメンバーの名前がこう貼ってあるのよ。でも私だけ SS なの。 SS のところの箱の中に私の名前しかないそう、わかんない、これからね、先覚え、誰かが覚えてくれたらその箱を一緒に多分使うんだろうけど。そう、私ナルとかは多分 S だと思います。なんか前に S の靴渡されたんですけど、でかすぎて。そう、だから SS になりましたてか SS だったんだけど、もともとなんかその日多分 SS の子が他にいたのかわかんないけど S になって、したらめっちゃでかくて。ちいかわ属性。この間初めてちいかわのものをもらったそう、マレーシアに行った時に
現地の方がなんかプレゼントしてくれて、ちいかわのこれぐらいのぬいぐるみを、そう、あのちゃんとね、ちゃんとスタッフさんにも確認してもらって、そういただいたんですけど、現地の方からって渡されて、私もその知らないそのファンの方だじゃないですか、現地の方だから、こう初めましての方で、はあ、私みたいな、しかもちいかわだったから、私で合ってるみたいな。そう、ちょっと持ってくるね、今待ってて。すぐそこにあるのよ。こいつをもらいました。そう、はじめまして。ちゃんとスタッフさんに渡して大丈夫っていうことを確認してから、その後いただいているのであれなんですけど、ちいかわって書いてある。この子はモモンガ、君はモモンガって言うんだ。キーホルダーです。知らない、マジでちいかわの話でも、こいつかわいいって思った。てか普通に渡してきてくれたファンの女の子だったんですけど、女の子がかわいくて。そう、めっちゃかわいかった。もらいました。デカめちいかわ、携帯につけようかな、デカすぎ、存在感ありすぎ。なんか平成のギャルみたいな携帯、平成ギャルみたいな携帯してる。でもズッキーが携帯になんかぬいぐるみつけてて、え、かわいいって思った。そうだから携帯にぬいぐるみつけたい。もうこのピーもう黒ずんでる、かわいそう。ちょっと今日一緒にお風呂入ろうかな、ピーと。今日ピと一緒にお風呂入ろうかな。ちょっともうなんかかわいそう、ピが黒ずんでて。しばらくピは携帯から離れました。今日か明日一緒にお風呂に入ります、ピと。すごい17期の壁車が新しくなってるけど、めっちゃみんなカラコン変えてる。やっぱ
研究生ってあるんだね、カラコンルールみたいな。画質荒くても分かるもん。いいやんいいやん、自分が一番可愛い顔でね、壁写は撮った方がいいから、絶対的に。カラコンウィングソーダ、あなたに特別なこのまな、私好きです。でもうち壁車変えたい早っ。壁車なんかやっぱ正面の方が可愛いかも、今の壁車。私の今の壁車ってどんなだっけ。今日 AKB 公式さんが挙げてたな、うちの壁写。うん、こっちの顔、私こっちの顔かも、こっちよりこっちの方かも。どっちなんだろう、マジで未だに分かんない本当に良くないよね。てか顔変えたいはちょっと違うか、顔変えたいはよくないごめん違う顔変えたい(笑)そういうことじゃなくて、これ輪郭をもうちょっとシュッて刺したい。ハルピョンの壁写知ってます皆さん。わかんない、もうわかんないけど、ちょっとお願いはしたんだけど、なんか私の壁写だけ一人だけはみ出てんのよ。そう悲しいの。そうだからお願いした。でもさすがにちょっとこれは悲しいです、寂しいです言ったけど、ちょっとどうなったかわかんない。そうなんかね、ちょっと行ってみたらわかる。なんか卒業したりとか、こう KLP に行っちゃったりとかしてるメンバーの壁写がこうなくなったのかな、わかんない。卒業したわかんないけど、とりあえずなんかこう全体的になんかこう壁写を整頓した時に、私の壁写だけ今一人だけはみ出てんのよ。めっちゃ寂しくて。そう劇場のね、劇場の話。そうもう私ドラさんでいいですから、真帆ちゃんの隣に置いてくださいっていうぐらい結構さ、ちょっと悲しい状態だった。そう悲しい状態だった。そうポツンと一軒家してた。メール書きますよ。今日は
ったそうです。あら、私も壁車の周りにメッセージ書きたかったんですけど、でも壁車が動く可能性もあるって、その詰めてくださいってお願いしたから、そう、壁車が動く可能性もあるって思ったら壁車の周りに書けなくて、サホさんはもうあそこから動かないじゃん、自分がさ、こう自分より先輩がもう入ってくることはないから、そうだからサホさんはもうあそこから動かないからあそこにかけるけど、ハーピョンはもうこれから先も詰まる可能性だってあるし、なんならそうっていう可能性があるから、それこそ詰めてくださいって言ったから詰まる可能性があるから、そう、壁車の周りにもかけませんでした。やっぱシャンプーマジで合ってなさすぎる。もう絶対このシャンプー使わない。うん。トリートメントも合ってない気がする。マジで。つらい。髪きし感つらい。ツヤツヤに見える？ありがとう。なんかちょっと違う、私が好きなふわっさらの髪じゃない、うん、ちょっと嫌です。くしゃみなんでこのシャンプー買ったんだっけな、うち全然覚えてないよ、なんでだろう。忘れた、何のシャンプーかは言わない私こんなに言ってんのに、こんなにさこのシャンプー合わないとか言ってんのにさ、うん、やばいでしょ、商品批判になっちゃう。いい商品は言いますけどね。でも今はシャンプーを変えようと思っているので、そう、9点で買います。多分前回9点で買ったんだろうな、きっと。うん、そんな気がする。違うかな、かなんか別の機会の時に買ったか分かんないけど、なんかそんな気がします。別のなんかセットで、あ、9点で買ってますね前回、うん、半月前、半年前か、半年前に9点で買ってます。多分買うものなかったんだと思う。でも今回買うやつはなんかめっちゃいいって聞くやつ。え、これでも、え、わかんない、
合ってるよね、合ってる。めっちゃいいってよく聞くやつなので使ってみる。そう、でも私のね髪に一番合ってるのはマジでアンドハニーのシャンプーなんですけどじゃあアンドハニー一生買ってろよって思うじゃないですか。そうなんですけどね。そうなんですけど、やばい、もう一個買える。どうしよう、何買おう。シャンプーと昨日リバースで言ってたやつと、何買うかはよかったら言いますよかったら言いますね。よくなかったらちょっとまたシャンプー批判しちゃうから、うちすぐマジで髪キシキシとかすぐ言っちゃうからそう、何欲しいかな今。iPad のタッチペンがもうダメなんだ今。そういえば、でもこういうのって多分 Apple とかで買った方がいいんだよね普通に。知ってる知ってる。そう、もうダメなのよねうちの。そうでも純正高いやん、めっちゃ。からね、考えます一旦。 iPad mini、 iPad mini 6って使えます？わかんない、ちょっと待って。 iPad mini 6ってさ、いつ発売された商品？恋と愛の違いって何ですか？わかんないです本気で好きかどうかじゃない、知らないですフ恋と愛の違いを教えてください何ですかね、こっちが聞きたい、聞いたところでありがとう、2021年9月24日ありがとう、優しい。じゃあこれ使えそうかもしれない。これでいっかな。だってさ、めちゃ高いやん。タッチペン、純正の買うと。だから私今使ってるやつも純正じゃないんですよ、実は。実はね、だからあんなガチ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 やってたのやばすぎそ
使えるもん。よし、これでクーポン4枚とも使い切りました。もちろんね、純正とかの方がなんかいろいろやってくれるっていうのはあるんですけど、いいんです、私は。いつ発送？全部。早っ、めっちゃ早い。待って、これ一回、これを一回、これ以外で一回買って、めっちゃ早いのありがたいけど、配信中にピンポンってなるのが一番怖いやめてーってなっちゃう。そう、ならないでーってなっちゃう。ヤマトとかだったらね、いついつ届くよっていうのをね、連絡くれれば帰れるんですけど、そうそうそう、それができないね。時間指定できれば本当に、そう、これでいいんだよね。待って、合ってるよね。さらっとなんか適当に買おうとしてるけど、うち適当に買おうとしてるけど、合ってるよね。あ、自動でスリープしてくれるんだ、ありがたい。ありがたすぎる。え、これさ、質問、2018年以降の iPad 専用ペンっていうの書いてあるんですけど、これは今第5世代までしか書いてないけど、第6世代も使えるよね。え、使えないかもしれない、もしかして、もしかしてだけど、そんなことってある？え、分からない。ちょっとやめよう一回、怖いからやめよう一回。ちょっといろんなサイト見て考えます、ちゃんと。危な、シャンプーだけとりあえず買ったとりあえずシャンプーだけ買った。 OK、シャンプーだけ買ったよ。シャンプーだけ買ったよ。なんか後で買い物してて分かんなくなったらリバースで聞くね。助けてーってねえ、みんな助けてー、分からないよー、聞きます。カラコンインクの衣装着てるの？だって。え、嬉しい、一番言ってほしい言葉。
それっぽいワンピースを着ております。嬉しい。ぽい、カラコンインクの衣装っぽい。嬉しい、ありがとう。やっぱ嬉しい。そうなんだ、やっぱ見えるよね。私も思ったもん、これ去年買ったワンピースなんですけど、実はそう、なんかずっと着てなくて、一回もずっと置いてて、で今年ちょうどカラコンインクの衣装が出て、その時にめっちゃ似てるワンピース持ってるってなって、そうカラコンインクのラスト握手会の時に着させていただきました。実はえー、嬉しい。ちょっとぽいよね。もちろんね、カラコンインクの衣装の方が断然に可愛いですよ。ここにねリボンのね、ピンクのリボンとかあったりとかして、断然に100倍可愛いんで、100倍以上可愛いんですけど、そう、でも嬉しい。さかがり大人になった。またね7日も踊るので、ガリ頑張ります。ちょっとこの間は適当に自分で振り入れしたので、もう動画見ながら、はい、ちゃんと7日はちゃんと、もう本当にもうあのガリはもうほんと数時間の私の成果なので、ちょっと7日のガリはちゃんと頑張ります。30分になったらランキング読むよ。笛を痛い、笛代わりをちょっと真面目にかん、あの見る。ガリって略すのなんかおもろい。ぜひガリって略してください。あ、やばい、危ない、あれ出してない、パソコン出す。この後やることちょっとリバースにかけていい？9点。マネージャーさんに9点買い物。マネージャーさんに書類提出。やばすぎ。リバースマジでうちのメモ化してる、完全に。っていうか、うち早く手帳買わないと、日記を買わない、日記帳買わないと。そう、もう私24歳の1年はなんか日記を書きますとか言ったのに、まだ手帳買ってないから日記書けてない。今日あった出来事とか書きたいのに、いっぱい書きたいのに全然書けてない。始まると早く、なんか今日食べたものとか書きたいのに全然書けてない。気づいたらもう6月4日そう、かわいいおしゃれな手帳買いたい。毎日書きたいんですけど、やっぱ文字を書くっていう習慣をつけたいですね、うん、なんか今は iPad に書いたりとかこうしてたりとか、スマホでパパパーって日記にね、日記なんか文字で打ったりとかできるけど、やっぱり人類は
文字を書くことができる生き物だから、今スマホ触れる生き物とか言われたらそうなんだけど、そうでもそうだから、あてかマネージャーさんに私さ完成したアバター見せてって言ったのに、もうなんかとりあえず適当に進めてくださいって言ったらなんか適当に本当に進められてる、やばい。今日も見せてって言ったのに忘れてた、見るの。いや、そうアバターかなんか途中まで、でき途中っていうか完成してて、でちょっとずつ手直しを加えさせていただいて、なんかこここうでこうがいいですっていう話をさせていただいたんですね。でそのなんか最後の手直しのところでもうなんかとりあえずなんかそんな感じで、なんかもう私に戻さなくて大丈夫ですって言ったら、なんか本当にそのまま戻さずに大丈夫ですって送っちゃったみたいで、そう、まあ、私がいいよって言ったからいいんですけど、だからちょっとそれ送ってって言わなきゃ、送ってくださいって、そう忘れてた。ピータローのまつげはちゃんと描いた、ちゃんとした。さかがり地面を消えて、小麦ってまつげなかったよね、ないので合ってるよね、あれあったっけ、やば、いやないはず、うん、なしだわ、なしでいいんだ。私もうすぐ免許証が間もなくゴールド、来年ゴールドなんですよ。来年の誕生日にはあれが来ちゃうので、更新の期限が来ちゃうので、もうすぐゴールドなんですけど、早く免許証の写真変えたい。マジでなんかこんな目してる、ほんとなんかすごいおしとやかそうな人みたいな顔してるの、だから早く変えたい。なんか目さ開かなくてさその日マジ開かなくて、早く変えたい。なんかアップルなんか新しい時代ですとか言ってる、なんか出すんや、楽しみ。免許証って更新って写真持ち込めんの？マジ？鬼盛りの写真持ち込みたいんだけど、そんなことできんの？富山もできる？それ。それ東京だけじゃなくて富山もできる？この写真でお願いしますって言うってこと？そうなんだ。絶対持ち込みたい。あれですよね、ちゃんと証明なんちゃらみたいなやつで取れば持ち込んでいいってこと？絶対持ち込みたいんだけど。ちょっと来年また30分ありがとう。壁車でいい、それマジです、それ壁車でいい。確かに、どうしよう、無事故無違反じゃなかったらゴールドにならないよね、やばいって。例えばなんですけど、でも私のエンジンがかかってたらダメなのか。ちょっとじゃあもう運転しない1年間運転しない。
う車乗らない。うちの姉ちゃんペーパーゴールドでだいたい多分ね、違うかな、わかんないけど。きっとそう。違ったらごめん。バリバリ運転してたらごめん。車危ない。でもさ、なんかさ思うんですよ。なんかこう、あの Google マップでこう検索するじゃないですか。あ、ここまで行きたいみたいな時になんか思うの。その20分ぐらい、そのタクシーとかだったら20分ぐらいで着くのに、なんか電車とかだったら1時間ぐらいかからないといけない場所とかあるじゃん。こうぐるっと回らないと線路が路線が通ってないみたいなところとかあるじゃん。なんかそういうところ見てて、なんか東京の人ってこうやって時間無駄にしてんだなと思って。そうなんかでもまあそりゃさ、タクシー高いからさ電車で行くじゃん。なんか東京の人たちって忙しい、時間ない、わーってバタバタしてるしさ、心に余裕ない人たちばっかりだけどさ、そうやって時間を無駄にしているからそういう人たちばっかり生まれるんじゃないかなって思ったの。だからみんなも車に乗ろう違うかしたら日本全国車社会になってって思ったの。東京は駐車場代が高い。え、だってそれは多分その車を乗る人がいないから駐車場代が高くなるわけであって、車乗る人が増えれば駐車場代だって高くならないと思うんですよ。うん。あ、排気ガス問題、確かにそれは良くないね。それは良くない、それは良くないわ。ごめん。じゃあ都会の人たちはみんな心に余裕を持てるように早起き頑張りましょう終わり終わり。そうだ、排気ガスはちょっとダメ、排気ガスはダメ、排気ガスは出さないで、なるべく。よし、終わり配信終わり。ということでランキングに行きたいと思います。イエーイ。あ、結局写真集見れなかった、今日一冊も。明日はちょっと夜は絶対配信できるんだけど、昼にももしかしたらやるかもしれない。起きれたらやります。ハルピアの排気ガスなら吸える、だって二酸化炭素しか出してないけど大丈夫。うち明日夜はちょっと何時からするか分かんない。あのね、自主練をしようと思ってて、そう、それがあの自主練がね、飽きちゃったら終わって帰ってくるって感じなので。そう、でも行かない旅とやってみっちゃを見ようと思ってるので、よろしく。7時8時9時ぐらい、8時9時ぐらい、うん、かな。
そう、行かない旅とやってみっちゃを見る、絶対。あとは他にもいろいろ、もしかしたら生写真じゃないや、写真集したりとか、写真集見たりとかすると思います。いきます。1位サプライズレバーアットピョンズさん、ありがとうございます。2位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。3位鉄道のエイトアットピョンズさん、ありがとうございます。4位ともゆきさん、ありがとうございます。5位としさん、ありがとうございます。6位長月7日ガリ見に行くね、ガリ見に来てください、待ってます。7位ギャローさん、ありがとうございます。8位ラボーナさん、ありがとうございます。9位てつやとハルピョン大大大好きさん、ありがとうございます。10位ネバーストップアット疲れ、やばい病んでるアットマーク以下疲れって病んでるね、やばいって、誰か助けてあげて、私にはもう助けられない、誰か助けてあげて11位ひょっくり、うん、11位ナウスノーさん、ありがとうございます。12位やっちんきときと笑顔大好きさん、ありがとうございます。13位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。明日よろしく。そして何でしたっけ、ふくらじ、今日はありがとうございました。ぜひ聞いてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、配信見てくださった皆さん、ハッシュタグふくらじ、ラジはひらがな、服は漢字、ラジはひらがなで、ぜひツイートしてください。よろしくお願いします。それではおやすみなさい、またね。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6224盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみなさい、バイバーイ、眠たいよ、またねー。